創価学会、その存在は、日本の政治においては今も、残念ながら重大な影響力、それを見せる存在ではある。ともかく50対50のパワーバランスに持ち込み最後の、一票を自身らが決めることで、その行く末を自身らに都合よく選択する。昭和の頃に、あるいは、王の権威、がいた頃は何かの正論を持ったかもしれない組織は、あるいは、ともかくそれは、最後の一人、を求めるわけだが、それは、大賀さん、ではない。独裁者の存在は利益に重大なダメージを見せる。なので、カルト、は常に金欠だ。彼らのそれは利益性が、ない。いかなる創作でも、だ。しかしそこに、大賀さん、置くことにしたら彼らの存在は不要になってしまう。未来は誰かが決めるべきか、それとも仮想現実とはいえ、戦争の結果として、示すべきか。生存をかけて、